こんにちは。はい。ちょっと楽しみ。セレモニーもしましょう。はーい。いいね、雨が降ってる。まずはでもセレモニーしましょうか。おー、立派だ。はーい。いや、楽しみだな。はい。やったね。はい。よーお。はーい。さあ、早速、おわー。名前忘れたけど、ラグを売りに来てるな。でもね、お金ないんだよね。あ、そっかそっか。昨日売る予定だったものをね、もう持っていきましょうか。よっと。稲荷マーケット貝がね、ウリ、あー、タケノコ、ラタンのソファー来て、でシベリアからメール、多分先にあれか、カイガーの鑑定入れてか、本物か偽物か。お、だってね、あれもう終わった？あ、違うか。お、エンブレムつけてるけどちょっと似合わないな。なんかあんまり部屋飾り似合ってないな、二人とも。で、これハンナとあれか、ツンドラか。
シベリアの部屋の中見てみますか。うん、シベリアの部屋の中ですね。何かあげるもの。ああ、ヴァンパイアの服とかあげようか。あ、あげられない。レイジ来ないんだよな。じゃあまずは博物館か。さあ博物館、寄贈する？緻密な名画。うん。あ、偽物だったか。残念。偽物の名画とか部屋に飾ってもいいかもね。おお、広い。はーい。うん、よろしくー。うん、まずは買い取りの前に株価チェック。あー安いなー。まずはね、お金を作ろう。あー名画どうしよっかなー。ちょっと保留。おわ、4万3000。え、なんでそんな言ったんだろう。化石か。やったー。うん、持ってないのいっぱいあるな。この畳ベッドはあるんだけど、この食卓みたいな。クロス付きテーブル。5000。ああ、まあいいところだね。買っておきましょう。これは使い勝手が良さそうだな。キッチンとか置けるもんね。んで、非常口。うん。うん、まあ、買います。はーい。で、この辺もね、エスプレッソメーカー。高い。買っちゃう。はーい。で、黒電話だけどオレンジ。ダイヤル式電話。640。買える。はーい。で、花の苗ね。種か。あれ？お魚釣り竿とか、カラフルな網とかが出てる。え？なんだこれは。アウトドアなパチンコ。へぇー。オレンジのアネモネとかも売ってんだ。うんうんうん。あ、DIY レシピ増えてたりしない？あ、これは増えてなさそうだ。タイマー。タイマー買っておこう。買っちゃう。釣り竿とか、この、欲しいね。これなんか意味あんのかな？やっぱ丈夫になってんのかな？そうな。カラフルな網。あとはね、アネモネかな。アネモネを10個。で、白いアネモネも
10個。はい、まあこんな感じで、はーい、まあちょっと楽しみだね。はい、それじゃねー。はいはーい。うん、お花植えましょうか。うん、ここをお花植えようかなと。そうそうそう、でここを赤と白交互にしていきたいので、ちょっとお花植えますね。はい、お花植え終わりました。まあ、あと何にしようかな。まあ特にすることはないんだけど、エイブルシスターズ行こうか。どうも。どうも。いえ。もうちょっとキヌちゃん。ジャケット、パーカー。俺ね、パーカー、前開きのパーカーが好きなんですよね。でもこういうの買って住民にプレゼントするのはいいよね。ダイナーなエプロン。ブルゾン。ブルゾンとかは、なんか、住民にプレゼントすると良さそうだな。そうだね。これ一気に買えないのかな。まあ、着なくてもいいんだけど。一個一個か。ってことは後で買おう。ウェーダーもいいね。これとかも住民に着せるのは可愛い感じ。アウトドアハットか。確かにセレモニーの時にちょっと思ったんだよな。帽子、をね、プレゼントした方がいいのかなって思ったんで。なるほどね、パック。うわぁ。なるほどね、オッケー。はーい。じゃあねー。で、今日はね、まだお金がそこまでないので、移設作業ができないんだけど、まあね、リカルドの家がね、ここに来てよかったかなと。リカルドはあれか、作業台ないんだね。おいえ。
うん、そうか。あとはここに大津のうち移設して、まあこの辺にマールのうちを移設して終わりなんだけど、でもこれでだいぶ、そうね、だいぶ見栄えは良くなったかな。で、今日は常吉が来てないか。そうですか。お魚釣り竿で、を使うと大物しか釣れないとかってないのかな。価値の高いやつが釣れやすいとか。ああ、でもルアーだ。お、食いが早かったな。関係ないかな。なんか特典があるといいんだけど、丈夫災害に。まあ雨降ってるからシーラカンス狙ってもいいんだけど。まあ、そもそもお魚がいないね、あんまり。ん？ピー君呼ばれてるね。俺社長の方が好きなんだけど、いいよ。はーい、ピー君でーす。ピー君って呼ぶのでも三つ男ぐらいなもんだけどね。魚、あ、いた。よっ。ああ、長靴か。長靴いらないな。よっと。おー、ミノカサゴ。いいねー。今日はもうでもやることないねー。あー、ポケットいっぱいか。ちょっと待って。キャンプファイヤー。いやー、知ってるわー。はい、じゃあ今日はまあこの辺で終わりにしましょうか。ね、少しお金稼ぎしないといけないね。でも移設作業で残り10万でしょ。で、家のローンが残り75万なんで。まあしっかりお金稼ごうかなと思います。まあそういえばここ、お、青い花が咲いてる。まあちなみにここ、ね、木を植えてる場所だったんですけど、等間隔に、並べ直しまして、なんか、綺麗な感じになりました。なんかね、このゲームしてるとね、俺、几帳面なのかなって一瞬思う時があるんだけど、まあでも血液型で言うと O 型なので、まあ血液型占いをね、こう、信じるかどうかはあなた次第ですが、まあここもね、これも整理しなきゃいけないんだけど、整理するタイミングがないね。まあ収納を増やさないといけないからな。あ、そっかそっか。あとはそうだね、この高台のところに灯台をね置きたいよね。灯台ここでいい気がするな、サイドと交代で。まあなんかそういう作業もね、進めておきたいなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように、ピヌさんでした。頑張れー。